リサのサインリーサは、韓国の歌手、ラッパー、ダンサー、ファッションモデルである、タイ出身、ガールズバンドブラックピンクのメンバー、YG エンターテインメント所属。本名は、ラリサ・マノバン。1997年、タイのブリーラム県に生まれ、タイ人の母とスイス人のママ父に育てられた。出生名は、プランプリア・アマノバンで、後に、ラリサ・マノバンに改名。 幼い頃から本格的にダンスを習っており、同じタイ出身のゴッドナ,ナのベンベンとは同じダンススクールに通っていた。2011年14歳の時にタイで開催された YG エンターテインメントのグローバルオーディションを受け、約4000人の中からたった一人合格し、韓国へ移住する。ダンスの実力が変われ、オーディションの時点でメインダンサーとして指名されていた。 2016年8月8日、5年間の練習生期間を経て、4人組女性アイドルグループ、ブラックピンクのメンバーとしてデビュー。YG エンターテインメント発の非韓国人メンバーとなった。2018年11月5日、自身の YouTube チャンネル、リリフィルムオフィシャルを開設し、2019年7月までに4つの動画を公開した時点で登録者数百万人を突破した。 2020年3月12日から韓国のオーディション番組プロデュース101の中国版とも言われる青春有二に参加者にダンスの指導を施すダンスメンターとして出演。翌2021年2月18日放送開始の青春有三にも同じくダンスメンターとして出演した。また同年には若手デザイナーの東竜門とも言われる フランスのアンダムファッションアワードのゲスト審査員に選出された。2021年9月10日、シングルアルバムロリーチェでジェニーとロゼに続くメンバーで3人目のソロデビューを果たした。タイトル曲ロリーチェのミュージックビデオは公開2日で YouTube 再生回数1億回を突破し、K-POP ソロアーティストの最短記録を更新。 同ソロアルバムの初週セールスは73万枚を突破し、ブラックピンクが保持していた初動記録を塗り替え、K-POP 女性アーティストの初週セールス歴代1位となった。アメリカビルボードのグローバル200でも2位を記録した。身長 167cm、血液型は O 型。母語のタイ語以外に、練習生になってから習得した韓国語、英語、日本語、 中国語を話すことができる。ブラックピンクの最年少メンバーでメインダンサーとリードラッパーを担当している。中でもダンスの実力は K-POP 界でもトップクラスである。インスタグラムのフォロワー数が2021年6月時点で5400万人を超え K-POP アーティストの中で1位を記録している。2019年には Google で最も検索された女性アイドル1位となった。 ファッションアイコンとしても高い注目を集め、2020年からは、ファッションブランド、セリーヌ、ブルガリ、コスメブランド、MAC のグローバルアンバサダーを務めている。ブラックピンク、YouTube チャンネル、ありがとうございます。